パチキング、せいせいせい。皆さん、野球やってたじゃないですか。で、野球やってて、ランナーコーチャーの存在ってどんだけ大きかったか皆さん分かってます？まあ、ランナーコーチャーってスポットライトがあんま浴びらないんで、みんなワシャワシャ手回すんですよ。あ、シャリ。おい、それマジやばい。ガチなカットだぞ。でもランナーコーチャーってじゃあ何してんのかって言ったら、もうこれチームに大切な存在なわけですよ。こうね、やっぱ1点入るか入らないかのところをランナーコーチャーが教えてくれるっていうね、あんまりまあ注目が浴びない場所なんでございますよ。それでですね、やっぱ僕、高校の時、三塁ランナーコーチャーだったじゃないですか。三塁ランナーコーチャーにスポットを当てたいなと思って本日の企画を持ってまいりました。ということで本日の企画、高校3年間で居心地良かったランナーコーチャーボックスベスト 3!ランナーコーチャーボックスって、まあ、こう野球やってる方、あんまり わかんない方だったらちゃんと説明していただくんですけど、ウィキペディアを見てください。説明するっつったじゃん。まあ、その球場によって、まあ、僕も1年間ずっと練習試合でも、本ちゃんの試合でもランナーコーチャーボックスに立ったわけですよ、1年間。で、どこのランナーコーチャーボックスが一番居心地が良かったのかっていうのがもうわかるわけですよ。これはもうお二人には分からないことですよね。まあ、ベンチでくすぶってた二人ですから。まあそんな感じでですね、そのベスト3を発表していきたいかなというふうに思うので。ということで、客の入っていきましょう。パチリック。はい、ということなんですけれども、まず最初に居心地が良かったランナーコーチャーボックスベスト3、3位でございますね。3位発表させていただきます。現在高崎のグラウンド。いやいやいや、そういうことな。高校のグラウンドな。立ったことある逆に。ないけどさ。何が良かったのかっていうのを、まあ、詳しくそれで話していくって感じですよ。あーね。これでやっぱね、ランナーコーチャーになりたいって人が増えると思う。いや、別に、なりたくてなるやついないと思うよ。僕はなりたくてなりましたよ。試合に出れないからなるんでしょ。試合に出ながらもやりましたよ。言うたらちょっとね、そういう風に見がちなのよ。ちょっとだから試合に出れないからランナーコーチャーになるとか、そういうことじゃない。ランナーコーチャーも戦力の一つとして、もうね、チームの必要な存在になってますから。だからそれで僕がね、ちょっと居心地良かったところ発表して、もう県内高崎でございますけれども、居心地がいいって何がいいかって言ったら、まずグラウンドの土が柔らかい。で、それで次にですね、ランナーコーチの角のところあるんですよね。こう、ボックスの角のところ。はい。大体みんなあの角に立つんですよ。うん。で、僕あの角に立ってたんですけど、あそこに立った時の、地面と、その、まあ、スパイクと地面とのこのフィット感っていうのが、どうな、もうあれは言葉では表せないっていうか、もう雲の上を歩いてるような、そういうランナーコーチャーボックスな感じが僕はしました。でもあれなんじゃない？それだったら、万物言えるんじゃないでしょうか。危ないですね。危ない危ない。もうこれ以上、なんか林それ深掘りしてたら犯罪を犯しますよね。本当に。だからもうそこが甘いですよね。だからこれはもうどういう風に伝えていいかって言ったら伝わらないんですよ。でも僕が僕甲子園まで行ってますから。はい、だからもういろんな本当にランナーコーチャーボックスを立ってきたわけですよ、うん、だいろんなグラウンドに行って試合するわけよ、うん、いろんなところを立った中でもやっぱこれ3位に入ってくるのが県大高崎でございました。ありますだって本当に俺立ちたくないところあったもん。本当に俺選んだところベスト1位は敷島球場。これマジで。え、なんでなんであそこはマジでなかったね。何がダメなん、うん、なんかもう立った感じ、あーこれ勝てねえなと思ったけど試合勝ったじゃん。勝ったじゃん。勝ったよ、うん、でも俺はそこの時点でちょっとこうなんか、まあ、なんて、群馬が悪かったかもな。県大も群馬だけどね。そう。だからやっぱ高崎とね、前橋じゃ全然違う。もうおかしいよ。パシキン！パシキン！で、ということで、続いて第2位なんでございますけど、はい、これもう独断と偏見ですから、いちいち突っ込んでこないでください、本当に。逆にもう俺心配になってる。何もう言うことあんのかな？あるよ、もう全然あるよ、2位ですよ。これちょっと限られた人しか行くことできないかな。ということで、2位発表させていただきます。甲子園！これはね、本当に、でもね、やっぱね、すごい、申し訳ないけど、甲子園に行ったことない人は本当わからないと思う。やばい。わかるわ、ね。まあ、そのね、土がどうこうっていう、まあ、その、県大とかとまた違うわけよ。もうね、立った瞬間に、もうなんかね、地面に座れてる。座れてる。うん。もうなんか、やる余力っていうか、もう力が座れてて、なんか魔物がいるんだよね。よく言いますね。そうそう。甲子園には魔物がいると。そう。あれ、マジで、試合中とかそういうことじゃない。違うんだ。ランナーコーチャーなんかもう魔物にもうずっとやられてます。そんな中で立ってますから。誰だよ。本当に。あんま聞いたことないです。いやいや、これはもう本当もう言わせていただくはもう初公開ですよ、こんなの。言うなって言われてましたけど。大ピンチとかで、うん、もう普段は絶対にないようなイレギュラーが起こったりとか、うんうんうん、そういう時に魔物が甲子園にはいますねっていう。そういうことなんですよ。
コーチは何が影響があるの？だからコーチがどれだけ体力を吸われて気を張ってられるかで、それが起きるか起きないかが変わってくるわけです。絶対ないわそんな。これマジで。だから集中力がなければ全員が一丸となってない、うん、もう一丸にさせたくないわけですよ甲子園のあのランナーコーチャーボックスは。お前の集中力がないっていう話じゃない？いや僕は集中力しかなかったっすよ。だってあの2016年の夏の大会ベストオブザイヤーコーチャーボックス選手権の1位だよ。いやないっすね。そんななかったよ。聞いたことないでしょ。長すぎるよな。言うなって言われてんだろ。いやでも甲子園は本当にまあそう吸われてる感じがありました。これあの一塁ランナーコーチャーの篠田君と僕ずっと喋ってました。篠田やばくね今日のランナーコーチャーボックスって言ったら、うん、何がっつってました。分かってねえじゃん。バカは分かんない。いやいや頭いい。頭いいさあの人。本当さっきも言ったけど選ばれた人しかいけないわけじゃん。一チームで。うん、でその中でも一人ランナーコーチャー選ばれた人しかそこに立てないんで、うん。ランナーコーチャーの甲子園って言われてるから。そこを制したのが、埼玉県代表制したのが俺。三塁ランナーコーチャーボックスを制したのがね。どこに誇り持ってんねん。まあ、だそこだ、ほら。これを変えたい、俺は。だって普通の高校のことはできないでしょ？一回戦で負けた子が。できないよ。本当に良くないよ。俺らの代の三塁ランナーコーチャーはネット甲子園取り上げられてたけど。お東甲子園出てないね。出てなかった。ネット甲子園に取り上げられたっていうのは、うん、まあそれなりに、よく言うじゃないですか、先輩が戦績残したからって。そういうのと一緒なんですよ。で、僕、テレタマで取り上げられてて。ちっちゃい。お前ちっちゃってやばいじゃん。それはマジやばいよ。取り上げられてましたけど、はい、その時ですね、僕、ここら辺にでっかいニキビあって、角生えてるみたいな。写真あったら貼っといてくださいね。続いてはですね、1位の発表なんですけれども、まあ、2位に甲子園があるということは、はい、その上があるっていうことですよ。この中で1位を発表させてもらいます。はい。ということで、1位は、花咲徳栄。歓喜ですね。もう1位です。もういろんなグラウンドを立ちましたと。甲子園まで俺は行って、ランナーコーチのなんかをもう受賞して、徳栄、母校。それさ、結局さ、実家が一番落ち着くみたいなことよ。そういうことなんですよ。そういうことなんですよ、結局は。結局、水も甘いも、自分たちがどこで成長したかって言ったら、花咲徳栄のグラウンドなんですよ。はい、で、ランナーコーチャーでどこで一番ね、立ったか、一番長く立ったどこか、花咲徳栄のランナーコーチャーボックスですよ。あそこに勝てるものは申し訳ないけど、ないです。ホームグラウンドに立つときって、なんかちょっとホームで試合するときって安心するじゃないですか。うん、自分の座る場所もあったりとか、うん、ね、物とかもいちいち持っていかなくても、近くにあったりとかするじゃないですか。うん、それと一緒なんですよ。うん、ランナーコーチャーのところもあそこが僕の甲子園なんですだからやっぱ徳栄が1位、うん、徳栄で成長したからだから1位なんですよ。うん、だからこれはもう甲子園でも超えられないです。綺麗さとか、うん、そういうところじゃないんですよ。立った時に何を思い出すかっていうところの1位が徳栄なわけですよ。これが伝えたかったことなんでございますよ。前広志から聞いたんだけど、うん、僕らの代の最後の試合、はいはいはい、作新戦、ああはいはいはい、でマイッチね、最後さ監督に代打で行くかみたいな、うん、聞かれたらしいじゃん。うん、あれ断ったらしいじゃん。断った。なんで断ったの？この話聞いて分かんなかったえ、まさか。はい、今もうティラ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 って入ってますランナーコーチビビってただけで。ビビってないですよ。最後の最後で、うん、そこ譲るかって岩瀬に譲らんのよ、うん、だからそんぐらいランナーコーチャーってそこにかけてる思いがあるわけ。自分のヘルメットだってあるし、そこで最後終わりたかった、うん、終わったよそこで最後、うん、でも俺の最後がランナーコーチャーで終われたっていうことが、俺はもう悔いが残らなかったから大学で野球をやらなかったその時でも言っときゃよかったなっていう話も聞いたよね俺は。まあでも内部事情っていうの、てか、もうその身内の話だから、そういうの一切出すのやめてもらっていいですかまあ、ということでですね、高校の時に、居心地よかったランナーコーチャーボックスベスト3発表させていただいたんですけども、やっぱ皆さんね、こう共感するところが多いと思うので、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。このね、高評価が、いいねが50超えたら、今度は、めちゃくちゃ、ブルペンキャッチャーの居心地よかった高校ベスト3発表させていただくんで、ぜひとも気になると思ったら見てください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。